今日は iPad のジェスチャー操作をまとめて紹介していきます。iPad を指で操作するっていうのはね、もう皆さん自然にやってて、いろんな操作があるのはある程度知ってると思うんですけど、まあ一本指でここを触るとこうなるとか、あと4本指でやるとこうなるとか、あと両手使うとこんなことができるんだよとか、結構ね知らないジェスチャーがまだまだいっぱいあると思うので、ぜひですね今日は皆さんにそれを知ってほしいなと思っています。で、今日紹介するやつ全部知ってたらかなり iPad マスターだと思います。なので iPad 自信ある人はですね、今日はいざ知恵比べということで見ていただければと思います。はい、じゃあ皆さんおなじみのドックからいきます。ドックはこう一本指で下からシュッてやると出てくるし、また下に戻すと消えていきます。で、この状態で画面の上の方までギュッと持ち上げるとホーム画面に戻ります。で、これ一番上まで持ち上げずに真ん中ぐらいまで持ち上げると、アプリ一覧画面ですね、今立ち上げてるアプリ一覧が見れて違うアプリにこう切り替えることができます。真ん中ぐらいまで立ち上げるとアプリ一覧画面です。で、一つ前のアプリに戻りたいときは、このドックをですね、下からギュッと右にスワイプ、スライドかな、させると、こうやって一個前のアプリにどんどん戻っていきます。逆にすると進むになるのかな。なんですけど、このドックのところを下からこうギュンギュン回していくと、アプリを素早く切り替えることができます。で、この操作ですね、一本指だけじゃなくて、四本指でもできます。4本指で画面のどこでもいいので真ん中ぐらいをこうギュッと右にスライドさせていくと、さっきと同じように1個前のアプリにどんどん戻っていきます。で、この4本指で下からギュッと上の方まで持っていくとホーム画面に戻るし、4本指で真ん中ぐらいで止めるとアプリ一覧で切り替えることができるっていうね、これドックと同じことが4本指でもできます。で、今立ち上げてるアプリを上にこうやって1本指で弾くと消えていきます。で、これちなみに2本指でもいけますね。こうやって2本指でもできるし、なんなら4本指で、同時にこうやって一気にね、アプリを消すこともできます。で、頑張ればこれ6本指とかで、ぐわーってね、消すこともできます。めんどくさい人は、いっぱい指を使って消してください。まあ、4本指ぐらいがいいかなと思いますけど。はい、じゃあ次スプリットビューいきましょうか。スプリットビューは画面分割ですね。これはもう使ってる人たくさんいると思うんですけど、違うアプリをこんな感じで、左と右に立ち上げることができて、この上のところをですねギュッてやると、左右切り替えることができます。で、真ん中のラインのところをこうやって左右にスライドすると画面の大きさを調整することができるし、どっちか1個の上のところですねギュッて下に引っ張るとこんな感じで1個のアプリの上に違うアプリが乗っかるような感じになります。これスライドオーバーと言います。で、ここまでがスプリットビューとスライドオーバーのおさらいみたいな感じですね、基礎なんですけど、ここからですね、このスプリットビュー2つアプリが立ち上がっている状態で、もう1個アプリをスライドオーバーで立ち上げたいなと思ったら、ドックからですねこうギュッと立ち上げて真ん中の線のところで手を離してください。で、そうするとこんな感じで、2個アプリが立ち上がっているその上にもう1個アプリを立ち上げることができます。で、この上に立ち上がっているアプリを後ろのこのスプリットビューのアプリにギュッてはめ込むとアプリが切り替わってくれます。で、これなかなか知らない人多いと思うんですけど、めちゃくちゃ使えるのでぜひ覚えてほしいなと思います。で、もう少し上級者向けなんですけど、例えばドックからこうやってギュッて立ち上げてホーム画面に戻ります。で、この状態で全然違うアプリを立ち上げますね。ちょっと写真アプリ立ち上げて手を離すと、今写真アプリとスラックのアプリっていう全然違うアプリをこうやってスプリットビューに一気に切り替えることができます。もう一回いきますね。下からドック出して違うアプリをギュッと立ち上げます。で、この状態でホーム画面に戻って、で、違うアプリを開きたいアプリを探して、で、開いたら手を離す、もしくはスプリットビューでギュッてね、入れ込んでもいいです。で、そうすると全然違うアプリのスプリットビューが完成します。はい、じゃあ次、画像についてです。写真とかファイルとかの複数選択したいときにやりやすい方法があります。今左側に写真アプリ、右側にメモアプリを開いてるんですけど、複数の写真を選択したいときは1個の手で写真撮って反対の手でこうポンポンポンとタッチするんです。そうしたらこれ今複数選択です。で、この状態で、右側のメモアプリで手を離します。
で、そうすると今選択した4枚ぐらいの写真がですね、一気にメモアプリの方に貼り付けられるっていうことができます。で、これが複数選択ですね。写真だけじゃなくてファイルとかね、何でも聞きます。1個の右手で撮って左手で違うやつをポンポンポンとタッチしていく。で、手を離すっていう、ただそれだけです。で、これも知らない人結構多いと思うんですけど、これ知ってるだけでめちゃくちゃね、作業効率変わるので、ぜひ覚えてください。で、もう一個、画像選択に関する Tips です。写真撮るじゃないですか。で、この状態でホーム画面戻ります。で、そうするとまだ掴んでるんですよ、これ右手で写真を。で、この状態で違うアプリ開きます。何でもいいです。メッセージアプリとか、今回ノートアプリ開きます。で、この状態で手を離すと、なんとノートアプリに貼り付けることができると。めっちゃ早いでしょ。で、ノートアプリで画像を貼り付けるっていうボタンとかもあるんですけど、そっから行くとまたね、この画像を探さなきゃいけないっていう、その手間があったりするんで、もう写真アプリで見つけてるなら、それをですね、もう一気にこっちの方に持ってきて、ノートを作るってやった方が結構早かったりします。これね、知らない人多いと思います。ぜひ知ってたらコメントください。私も最近知ったんですけど、結構びっくりしました。で、じゃあ最後テキストいきます。最近マジックキーボードとかね、新しいキーボード出て、あんまりこう画面タッチして、文字操作する人少なくなってるとは思うんですけど、絶対知ってた方がいいものがあるので紹介します。テキスト選択するときなんですけど、おそらく皆さんこのテキストのところをダブルタップして選択範囲を作ると思います。で、それでもいいんですけど、この下のキーボードのところをですね、2本指で真ん中ら辺をポチポチっとダブルタップすると、その文字の部分が、1行ぐらい全部選択されます。2本指でダブルタップです。で、これ選択した状態で2本指長押ししながら、こう指をですね、開けたり閉じたりすると、選択範囲をこうやってね、調整することができます。ちょっとね、これコツがいるんですけど、分かるとキュッとね、選択範囲を調整することができます。細かい文字のところをタッチして、ここの1文字1文字って選択範囲を、調整するよりかはキーボードでやった方が早かったりします。で、ちなみにこの下のスペースバーのところですね、ここ長押ししながら動かすと、カーソルを画面上見てもらうと分かるんですけど、カーソルを動かすことができます。で、任意のところにカーソルを持っていくことができるので、その状態でダブルタップとかすると、結構早いんじゃないかなと思います。で、次、コピペですね。コピペするときは3本指で外から中にキュッとつまみます。で、そうしたらコピーって出るので、ペーストしたいところで中から外にこう弾く、ピュッと広げるとペーストされます。で、ちょっとおさらいします。キーボードの真ん中を2本指でダブルタップで選択で、2本指をこうやってね、広げると、調整していきます、選択範囲を。で、この状態で3本指中からキュッてするとコピーで、ペーストしたいところで中から外に弾くとペースト。はい、めちゃくちゃ早技ですね。まあ、これぐらいできるようになるともうキーボードいらないんじゃないかってぐらいなんですけど、まあ、覚えるの大変なんですけど頑張ってください。で、まだあります。undo と redo って言って戻ると進むの操作です。今ペーストしたやつを間違えたと思って戻りたかったら、3本指で右からシュッて左にスワイプすると戻ります。戻ってるの分かりますかね。こうやって1個ずつ前のに戻ってます。右から左に3本指でやると1個前に戻るで、逆に3本指で左から右にスワイプすると進むです。新しいのにどんどん進んでいきます。こうやって復活してるのが分かると思います。なので3本指で右から左にスワイプするか、左にから右にスワイプするかのどっちかですね。で、この下のキーボードあんまり使わないよっていう人はですね、小さくしてください。2本指でキュッてやると縮まります。これ、フローティングキーボードって言うんですけど、こうやって画面の好きなところにですね、キーボードを動かすこともできます。はい、こんな感じで、キーボードとかテキスト周りもめちゃくちゃジェスチャーが多くて、まだ紹介してないやつとかも実はあるんですけど、まあ、それはあまり使わないかなっていう感じで、今日は絶対使ってほしいジェスチャーをまとめてみました。これで以上になりました。皆さんいかがだったでしょうか。1個でも知らないものがあって明日から使おうってね、思ってもらえればすごい嬉しいなと思います。指ね、結構覚えるの大変なんですよね。知ってはいるものの忘れちゃってやってないとかいう人も多いと思うので、ぜひこの機会にですね、復習して覚えていただけたらと思います。
はい、ということで、この動画が面白かったらぜひいいねボタンもお願いします。であとコメントもぜひお待ちしてます。私も知らないジェスチャーとかあるかもしれないので、こんなジェスチャーあるよとかね、コメント欄で教えてもらえると、それをまた他の人が見てね、有益な情報がこう回っていければ嬉しいなと思ってるので、なんかおすすめのジェスチャーがあれば教えてください。はい、では、最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。